幹部会を代表して市井和夫委員長が討論の結合を行います皆さんお疲れ様でした幹部会を代表して討論の結合を行います この総会では27人の同志が発言をしました幹部会の提起を正面から受け止め深める真剣な討論が行われたと思います全国でのリアルタイムの視聴は3万7621人であります YouTube の録画再生回数は 二万八千回となっています。全国から六百三十人のお。から感想が寄せられました。全体として、えー、幹部会報告が極めて強烈に。受け止められ、多くの同士の心を揺さぶっている。そういう感想がたくさん寄せられています。 この総会は大変重要な歴史的総会になったと思います。結語では三点述べたいと思います。第一点は、幹部会報告の組み立てを正面から掴もうということです。討論では多くの同志が、 今回の定期の組み立ての全体をつかむことの重要性を語りました。大変大事な討論になったと思います。幹部会報告では今年の三つのお仕事を提起をしました。一つは百三十パーセントの党の実現と若い世代真ん中世代の統制倍加を図ることです。 2つ目は統一地方選挙勝利、全身を勝ち取ることです。そして3つ目は、岸田内閣の大軍拡反対をはじめ、国民運動の発展を図ることです。3つのお仕事を提起しているんですが、この3つは並列ではない。幹部会報告で述べたように、2023年の我が党の最大の任務を、 130%の党を作ることにおき、今年を、党政を大きな前進、躍進の軌道に乗せる歴史的な年にするよう、あらゆる知恵と力を総結集しよう、今年の最大の任務は130、130%の党を作ることにある、この立場を揺るがずに貫くことの重要性が討論でも語られましたが、結合でもそのことを再度、 確認しておきたいいと思います統一地方選挙との関係について述べますと、選挙勝利の独自の諸活動をやり抜くことは、もとより絶対に必要なことです。官房報告では、期限を決めての提起も行っています。例えば折り入っての作戦は 2月末までにすべての講演会員、読者、支持者に1回目の総当たりをしよう、そして2回、3回と広げよう、提起しております。支持拡大では、知事選告示3月23日までに支持拡大目標を突破しようと提起をしております。そういうい期限を決めての 仕事も含めて、勝利のために必要な独自の仕事は当然、やり抜かなければ選挙の勝利はありません。同時にですね、統一地方選挙の勝利の戦いを130、130%の党をつくる大きな流れの中でしっかり続けると、この立場を揺るがず貫くことが大事であります。このの点で特に幹部会報告の 次の2つの箇所、改めて引用しておきたいと思うんで、ぜひ注目して読んでいただきたいと思うんです。1箇所目は、この統一地方選挙の方針のすべての結びの部分でありますが、強く大きな党を作りながら、統一地方選挙で必ず勝利や前進を勝ち取り、その力でさ,やさらに強く大きな力を党,党を作る。 全党の力を総結集して、党建設と選挙戦の好循環を作り出すという新しい挑戦をやり抜こう、こう訴えました。まさに、党建設と選挙戦の好循環という新しい挑戦をやろうと、新しい、やったことのない戦いをやろうと、これが1点目です。だからもう1つの点は、今の統一地方選挙の現状というのは、 率直に言って厳しいものがあるしかし活路もある3つの活路勝利への活路を報告でやっていきしましたその3番目でこう述べました130%の党づくりを最後まで握って離さず3月末までの130%の党を目指す中間目標を必ずやり抜き強く大きな党を作りながら選挙戦を戦い抜くことこそ 勝利への最大の活路がある。この二つの箇所。お互いに肝に銘じて。奮闘したいと思うんです。この百三十パーセントの党。統一地方選挙勝利。仮に並列に。位置づけるとしますと。結局。選挙が近づけば近づくほど130。百三十パーセントの党づくりが。横に置かれてしまう。危険があります。 それでは選挙に勝てないし、党の未来も開かれない、130%の党を最大の任務にしよう、これが幹部会の呼びかけですから、この立場を揺るがず貫くことこそ、ですね選挙に勝ち、党の未来を開く道なんだということを、選挙との関係でも揺れずに、ぶれずに、最後まで貫いて頑張るということを、 これかから呼びかけたいいと思います国民運動との関係も同じことが言えます。これから私たちは岸田政権の大軍拡との大闘争をやっていくことになります。物価高騰から暮らしを守る上でも非常に重大な戦いが待っています。原発や気候危機ジェンダー平等の問題でも 重要な内容を幹部会報告では提起をいたしました。それぞれが、それ自体が党の存在意義に関わる重要な戦いであります。同時にそれぞれの戦い、すべてをです、ね、130%の党をつくる大きな流れの中にしっかり続ける。大軍拡を打破する上でも、強い党が必要です。戦いの中で強い党を必ずつくっていく必要がある。そういう形に続けていく必要がある。 ですから今年はです、ね、130%の党と若い世代、真ん中世代での党勢倍化、これを来年1月の大会までにやり抜く、脇目も振らずこれに挑戦しようじゃないですか、もちろんそれ以外の大事な課題も全部やり抜きながら、その流れの中に続けて、脇目も振らず130%に挑戦し、必ずやり抜く年にしようではありませんか。 2点目は、今回の幹部会報告の方針は、5か月間、全党の皆さんが大きな苦労をしながら、頑張り抜いてきた、特別期間の到達点、教訓を踏まえた合理的な発展として打ち出されているということです。もっと言えば飛躍的な発展をやろう。 ということで提起したものでありますですからこの特別機関の教訓をすべて生かして飛躍を貸し取ろうということを結合で改めて訴えたいと思いますそのことは討論でも深められたと思います討論でも七中層の招集が伝えられたときに、えー、党員拡大はいよいよこれからが過強に入っているのにどうするんだろうかと いうあの注目もあったという発言も率直に出されましたあの率直に言ってですね「もう党勢拡大党員拡大はいよいよこれから」ってとこですよねですから党づくりの核心をつかみつつあるという発言もありました、まあ、そういう時にこれまでの党勢拡大の運動ここで絶対に中断させずに飛躍させるというものとして 納得がいく方針だということも討論で語られたことも大切だと思います。多くの同志が発言の中で特別機関の取り組みの教訓を生かすことが大切だと語りました。韓国会くでは特別機関の総括と教訓として悔しい交代から新しい全進への変化をつくったこと、党員拡大で困難を打開する決意が広がりつつあること、 そして大きな課題としていかにして全支部全党員の運動にするかが今後の課題であることこれを話しましたで今年に生かすべき無数の生きた教訓が特別機関の中にはあると思いますそれをすべて生かして今年の戦いで発展させる飛躍させるこの構えで臨みたいと思います 特に討論を聞いて感じましたのは、昨年12月の常任幹部会の手紙を支部に届け、グループに届け、これを討議具体化、実践した経験は大変重要だと思って聞きました。まあ、手紙を98%の支部に届けた地区、100%の支部に届けた地区、そういうことをやりきった場合にどういう変化が起こるか。 深いところから党の力が引き出されたった一ヶ月でも大きな変化が始まったということが語られたことは大変重要だと思いますこの流れをですね、今度の七中層の幹部会報告そして七中層の手紙を生かしてすべての支部と党員の運動に文字通りしていくためにあらゆる知恵と力を注いで頑張ろうではありませんか 3点目は、やり抜く条件はどうかということですが、情勢の大きな変化が討論で語られたことは大変重要だと思って聞きました。特に岸田政権の大軍拡への批判、日本共産党への期待が広がっていることがこもこも語られました。討論では昨年2月 ロシアのウクライナ侵略が開始されたときには、街頭で訴えていても、罵声が浴びせられたこともあった、ポスターが蹴られたこともあった、最近は応援してる、頑張って、声援が多数寄せられるようになった、情勢の変化が語られました。この変化というのは、客観的な矛盾が広がっている結果だと思いますけれども、同時に日本共産党はこの大逆流に、 に立ち向かっっっててて作きたた変化でもあるこう確信持って臨みいいと思います討論の中では、12月議会で最終日に、保守系の議長が、国民の声も聞かず、岸田政権は軍拡を進めようとしている、これは問題だと発言して反響を呼んだ、ある自治体では保守系の元議長が、軍拡はだめだ、意見書を出そうと共産党議員に相談に来て陳情を出した。 陳情は採択されされなかったたたががこうしし変化が生ままて深いところで今こんな道進んでいいのかという憂慮の声懸念の声批判の声が起こっているそしてこの状況の中でですねこの敵地攻撃能力保有と大軍拡はそもそも憲法違反であって断固反対なんだということを いいですねそれに代わる平和の対案を堂々と示している党というのは日本共産党しかないわけです。ですから今平和の問題でも大きな激動的な状況の中で我が党の支持を広げる我が党の統制を強くする条件があることは間違いありません。討論では女性の中でも大軍拡に強い危機感と日本共産党への期待の広がりが新たな広がりが 生ままれれていることが報告されました民主的な女性団体に加入してくる方もこういう行動をやりたい政治を変える行動へのエネルギーが高まっているという報告がありましたが大切なことだと思いますまたジェンダー平等と平和は一体だということも討論で深められたと思います戦後一貫して 女性差別撤廃のために奮闘してきた女性団体の結成の原点の一つは共通して平和だったことが強調され今回の提起は女性解放で普通に戦ってきた人々の心の金銭に触れるとの発言もありましたもうジェンダーと平和これを一体的に追求するこれも新しいテーマとして今度の 総会の大事な内容として、えー、追及していきたいと思います平和暮らし環境ジェンダーあらゆる問題で日本共産党の存在意義は問われる情勢であり我が党の役割と責任がこんなに大きな時はありませんこの可能性を組み尽くして前進を貸し取ろうではありませんか <laughs> ここで 七中のの手紙案案修正についいて提案をいたします討論を踏まえて、以下の点を修分したいと提案をしたいと思います。一つは1ページ目、真ん中あたりでありますが、七中層が130%の党を作ろうということを決めたというパラグラフがありますが、そのパラグラフの最後に、 直面する統一地方選挙勝利前進、岸田内閣の大軍拡を許さない戦いなど、国民運動の発展のための方針も決めましたということで、統一地方選挙勝利の方針も大きな中身として決めているわけでありますから、それについて、ここのところでも明示しておきたいと思います。ですから、それを受けての次の文書は130、130%の党、 ととといいいいうう大目標をやり遂げる道はたただ一つですという形ですす形補っておきたいと思いますそれから、これも討論を踏まえての習文でありますが、討論の中で困難に直面している支部が、その支部を存続させていること自体が尊いものなんだというあのような内容が盛り込めないものかという提案がありました。 これは大事な提案だと思います。そこで。えー、修正を施したいと思うんですが。えっ、ーえー、とですね。三ページ目の。だよね。三ページ目の困難があるからと、党づくりを諦めてしまえば、どうなるでしょうか。党の未来はなくなります、とありますでしょう。その後なんですが。困難に直面している支部も。 存在すること自体が草の根で市民、国民にとってかけがえのない役割を果たしており、その日を消してはなりませんという自分を入れたい、そして強く大きな党を作りたいに続けたいと思います。これが2所所目目です3所目は、えー、5の 具体的課題が述べている一番最後のところの対話支持拡大の表記ですが、えー、対話支持拡大で知事選告示までに、ここで3月23日と書いておきたいと思い,思います。支持拡大目標突破を図りましょうと、これは正確ですので、こ,このように直したたいいと思いますでででもここれれやや不鮮明だったのでこれで表記を統一したいと思います。 特許目標の突破ではなくて支持拡大目標を突破するということを明示しておきたいと思いますそれから最後に一箇所ですこれあの全国から寄せられた、えー、感想の中であった意見なんですがあの返事を書く際に、えー、自覚的な目標と計画とあるんですけれども、えー、そうではなくて支、えー、部の置かれた実情や 一人一人の党員の皆さんの気持ち、これを書いて返事してもらったらどうかという意見がありました。あのその意見の、えー、はしっかり受け止めなきゃならないと考えました。ただ同時に、あの自覚的目標と計画は大事ですから、中心ですから、それを外してしまうわけにもいかない。そこでですね、この部分なんですが、 え最後に、返事では、支部の置かれた実情や、一人一人の党員の皆さんの気持ちも、私たちにぜひともお伝えくださいという一文を、このパラグラフの最後に付け加えたいと、ですから、自覚的目標と計画をしたためた返事というのは、これはやはり返事の基本だと思うんですね、これはあのきちんと、返事の中核部分だと思うんですが、ただ、そういう実情や気持ちも伝えてほしいと。 いうことも述べておきたいと思います。これは後で返事をどういうふうにあの書いていただくかとでいうこととも関わるんで、後でも触れたいと思います。以上が手紙案の修正についての、えー、終文の提案であります。討論の中で、統一地方選挙の政策はいつ出るのかという質問がありました。早く 適切なタイミングで出したいといいとととうここでで今作業を始めているところでありますただ皆さんね、この統一地方選挙の戦う政治方針、政策論の骨格はすでに出ている。これは11月の全国地方議員候補者会議で、報告で、基本点は出ております。それから今度の7中層の幹部会合国の全体が、もう基本の戦いの基本は、 出ておりますので、えー、どんどんそれを活かして現場では進めてほしいと思います。で、あの政策が出たら、それはまたそれで生かしていただくと、いうことでお願いしたいと思います。それから文書発言あるいは文書の質問ここにいくつか出されております。であのこれは多岐にわたりますので、あの常任幹部会の責任で最大限前向きに対応すると。 いうことでご了解いただけないかというふうに思います以上が出された意見に対する幹部会としてのあの結論になります結びに入りますがあの今回の決定は日本共産党の歴史にとっても文字通りの歴史的な決定になります同時に その実践が簡単なものではないことはもとより明らかでありますこの道は淡々とした道ではありません険しい未踏の山をよじ登るような困難の連続になるでしょう同時にやり抜く条件も間違いなく存在していることを幹部会報告でも思いましたしそれは討論でも明らかになったと思いますそしてこの山は 確かに険しい山だけども、登りきるならば素晴らしい展望が開かれることも間違いないと思います。そこで最後に具体化にあたって二点ほど述べておきたいと思います。第一点はですね、支部でも党機関でも徹底的な議論をやろうということです。今日の討論でもこの百三十パーセントの党に本気で立ち向かいを。 おうとすれば、できるのか、という意見が出てくるでしょうと。しっかり議論していきたいと、いう発言が、何人かから、ありましたけれども、その通りだと思います。感想でも、こういうものがありました。百三十パーセントの党を作ろうという定期に。支部では、うーんとか、ええー、という声が、上がりました。が。それだけ自分ごとして捉え、実現の可能性が探求されているのだと。 思います真剣な感想だと思うんですね。うーんとかええー、とかで終わらない。やっぱそれはもう真剣な探究の表れなんだと。ですからできるのかという声が出てくるのは私は当然だと思います。出てこない方がおかしいと言っていいぐらいあの大きな彼らだと思うんです。しかしそれはその問題に真剣に向き合おうという。 ところから出てくる声だと思うんですねそのこの問題はもうどうでもいいという方からはそういう声出てきませんよね真剣にやろうとするからこそそういう声が出てくるわけでありましてそういう声を大事にして徹底的に議論しようとでこれ実は中央自身もそうだったわけです私たちは8月の六中層の際には党大会で決めた130%の党というもの あの目標について提ししませんでしたその根底に私たち自身ができるのかという瞬瞬があったあるいは方針を横に置くという弱点があったしかし私たちとしてもそれでいいのかと中央としても議論を重ね昨年11月の都道県庁会議で130%の党を来年1月の党大会までにという方針を打ち出し 今回の総会では会会総会の決定として提案しているのであります。地方自身もそういうプロセスを経て、今回の認識に到達しているわけでありまして、支部の皆さんの中からさまざまな声が起こってくるのは当然のことだと。ですから、そういう声を大事にして、とことん議論しようと、機関でも支部でも議論しようということを確認したいと思います。ただ、その際ですね、実践に踏み出しながらさらに議論すると。 この立場ででいきたいと思うんですねそしてさらに、議論を実践を発展させる、実践と議論のこう相乗的な、ダイナミックな発展によって、そういう開拓的な取り組みをやっていく、全部分かったから実践だってしないで、やはりこの方向はまあ、どう考えてもこれしかないねと、できるかできないかやってみる中で考えようと。 最初はそこから出発するってことに、おの前になるんじゃないかと思うんです。やはりそういう姿勢で臨みたいと思います。第2点目、最後でありますが、決定の徹底についてであります。あの幹部会を決後と、七中層の手紙、これは採択されれば、両方が中央の決定になります。ですから全党員が 二2つの文献を一刻も早く読了し、支部でも機関でも討議するようにしたいと思います。その上でのことなんですが、支部では手紙を最優先で議論実践に踏み出すようにしたいと思うんです。手紙には幹部会報告の一番のエッセンスがぎゅっと詰まって述べられています。1回の支部会議で 十分読み合わせがでできる内容ですそこで、これを支部では最優先で討議をして、1月末までに手紙を文字通りすべての支部グループで討議し、実践に足を踏み出すようにしたい。これが結合の提案であります。1月末という期限を設けて、 文字通りすべての支部、困難な支部も含めて、一つ残らずの支部グループで討議し実践に踏み出す、こうしたい、そして遅くとも2月末までに、中央委員会に返事を寄せていただきたい、このことを再度お願いしたいと思います、でこの返事はです、ね、立派な完成品でなくてもよいということをもう強調しておきたいと思うんです。 であの手紙では5つのの具体化の項目がありますこの具体化の項目も全て具体化でき,なくできていなくてもいい目標と計画が立てられないならばその状態をそのまま書いていただければいいその場合は中央としてまた建築として一緒に困難を打開していくようにしたいこのように思いますのであの手紙については先ほどの修文の意図も あの踏まえてです、ね、あの目標と計画をしっかり書くということが基本ですけれども、そこまでいかない場合は、今述べたようなプロセスの、えー、返事でも大いに私たちは歓迎して受け取り、一緒になって困難を打開していきたいと思います。まあ、そういうあのことも含めて、2月末までに遅くともと、この期限は本当にやり抜いて100、100%の支部が。 この返事を中央に寄せていただく、そして好循環をどんどん返していくと、双方向の好循環の取り組みにしていくというふうにしたいと思います。選挙独自の課題では、強調しておきたいのは、2月末までに、折り入って作戦の第一回目をやり抜くということが、方針として強調して書かれています。全ての 講演会に支持者、読者に1回目の訪問をやり抜くと、そして2回、3回と働きかけを広げていくというのは、これ、2月末という期限ですから、これはやり抜きたい、そして3月末までの中間目標をやり抜くということをやり,やり抜いていきたいと思います。中間目標というのは、当院でも読者でも4年前の回復突破です。でこれはの 大きな最初のよじ登るべき峰になってきますけれども、これをやり抜くならば、私は選挙勝利の間違いない土台が作られると思います、そして130%の党への大店舗が開かれる、最初のピークですから、そこまでよじ登れば、頂上が見えてくるというのが中間目標だと思いますので、ぜひこれを3月末までにやり抜くということで、まず最初の頑張りをやりたいと思います。 ですからこう考えますと、1月、2月、3月、この最初の3か月が、この7中層をやれるかどうかの、正規に関わる最初の正念場だということをお互いに胸に刻んで、頑張り抜きたい、このことを最後に訴えまして、決合といたします。共に頑張りましょう